はい、どうもどうもどうも、荷物が来ました。これです。荷物はこれです。レターパック、レターパックです。じゃあ早速開けてみましょう。何でしょうか。荷物の中身は何だろう。はい、出てきました。おなじみのムイヒ、ムイヒですね。はい、ムイヒです。ムイヒです。ムイヒです。よく見えますね。ムイヒです。はい、ムイヒです。はい、これはもう皆さんご存知ですよね。じゃあ早速開けて使ってみましょう。早速開けて使ってみましょう。無比、液体無比、素早く浸透、しっかり治療って書いてます。はい、はい、出てきました。はい、まず説明書が書かれて入っています。こういった説明書、薬剤の説明書が入っています。こういった感じですね。液体無比、素早く浸透、しっかり治療というふうに書かれています。で、本体を出してみましょう。これですね。無比出ました、無比出ました、無比出ました。これは患者にのあれが宣伝してるかな。はい、簡単に開きます。そしてこれちょっと振ってやった方がいいですね。ここはスポンジ形状になってます。これで塗ってやると、はい、出てきました。こういうふうにかゆいとこを、かゆいとこにつけてやります。ヒヤッとして気持ちいいですね。サワーッとした感じです。虫刺されの必需品ですね、これはね。はい、液体無比、液体無比のレビューでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。頭下げて、無比が頭下げてます。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、液体無比、ダニ、蚊などのかゆみにですね。液体無比、ダニ、蚊などのかゆみに。はい、メーカーはどこですか。かゆみに素早く、腫れ赤みにしっかり効く。殺菌剤配合 50ml ですね。第二類医薬品。はい、メーカーはどこですか。意外とメーカーって分かりにくいんですよね、こういうの。あ、これに、これに書いてるのかな。これに書いてあるんですかね。無比。
メーカー無視ですか？無視株式会社。会社名が無視になってますね。無視株式会社。池田模範堂。富山県にあるんですね、これ。富山県中新釜。へぇ。製造販売元。無視株式会社。製造販売元無視株式会社池田模範堂、富山県中新川郡上市町神田16番。へえ、富山県に本社があるんですね。知りませんでした。はい、無比の無比の紹介でした。チャンネル登録お願いします。無比でした。はい、一旦切ります。